はい。それでは引き続きパラメータ表示について解説をしていきます。以下、変数の順序は X y Z w、xyzw... としておきます。連立1方程式の拡大係数行列が10、10210134と、このような方程式の場合を考えます。この時ですね、この方程式は復元すると、変数が xyzw ですから、まあ、xyz3 変数ですね。 係数行列の部分が3列ですので変数は3つです。したがって変数は xyz ということになりますが、方程式は x プラス 2z イコール1と y プラス 3z イコール4という連立になります。で、この時ですね、z イコール t を一二に、この12の式に代入するとどうなるかというと、x イコール 1-2t、t, y イコール 4-3t と、 一気にパラメータ表示ができることがわかります。この1、2を使ってですね、例えば1の2倍を2に加えるとかいう操作は一切必要ないことがわかりますね。今度は、拡大係数行列がこのような行列の場合で考えてみましょう。この行列の場合、方程式はこのように復元することができます。この場合も、w イコール t を各式に代入することによって、x イコール -1-t、t, y イコール 1-3t、t, z イコール 4-2t というふうに、一気に すべての解がパラメーターで表示されることがわかります。以上の例では、拡大係数行列がどのような特徴を持っているかよく見てください。係数行列が飛躍階段行列になっているわけですね。係数行列の部分は、この部分が係数行列です。全体としては拡大係数行列ですが、この部分に関しては飛躍階段行列になっていることがわかります。で、主成分列、主成分ピボットですね。ピボットの列以外の列に対応する変数をパラメーターに置くと書いてあります。 今の場合、例えば最初の例では、XYZ の Z なんですけども、この3列目、ピボットの列は10と01のこの1列目と2列目なので、ピボットに対応しない、ピボット以外ですね。ピボット以外の列、つまり3列目だけが唯一のピボットに対応しない列ですけども、これに対応する変数というのは Z ですね。Z ということになります。なので、この Z を T と置くと、この各方程式が独立に パラメータ表示できるということは分かります。この独立2が重要ですね。方程式を行列を使って解いて解こうとするわけですけども、出てきた拡大係数行列を方程式に戻して、その方程式をさらにまた1式を何倍して2倍2式に足すとか、そういうことをやっていたんでは、それは行列を使った意味は全くないわけですね。まあ、全くないわけではないですけども、変数を書く手間は少なくとも省けますので、省略化には,省力化にはなっていますけれども、 まあそういう問題ではなく、各方程式ごとに独立にパラメータ表示ができる。つまり、各方程式を見れば、そこからすぐ一つのパラメータ表示がちゃんと得られると。この方程式からこれが得られると。こういう状態になっていると。これが係数行列が飛躍階段行列になった時の重要なポイントですね。今回の場合はですね、パラメータの数。パラメータの数は変数の数から方程式の数を引いたものになっています。ただし、方程式の数というのはですね、 今、拡大係数行列はこういう風うになっていましたけれども、ひょっとすると方程式はもともと4つか5つあってですね、この部分はまあ同じ、そのままこう入るわけですけれども、全部0っていうのが出てきてるかもしれません。まあ例えば、この方程式の2倍、2002-2っていうのがあったとすると、変形した結果ですね、ここ全部0になってします。ということなんで、まあ方程式の数というよりも、まあ係数行列のランクですね。 はい。まあ、本質的に必要な方程式がいくつあるかということがこの係数行列のランクに相当しますので、パラメータの数は変数の数から係数行列のランクを引いたものになっていることがわかります。それでは問題をやってみましょう。方程式の変数の変域は K だとしておきます。K は実数または複素数,数。 で、変数は xyzwuv の順に取るとします。はい。まあ、いくつあるかわかりませんので、えー、変数が5つあったら xyzwu、6つあったら xyzwuv としなさいということですね。で、問題としては拡大係数行列がこのように与えられていますということですね。この時連立一方程式のパラメータ表示を求めようという問題です。それではちょっと考えてみてください。 はい。それではですね、ここに回答欄がありますので、この回答欄に穴埋めしながら考えていきましょう。まず、変数の数はいくつですか変数の数は、拡大係数行列の列数が6ですから、こちらが右辺の部分ですね、イコールの部分ですので、5変数ですね。ですから変数は、xyzw の5つということになります。はい。で、ここでですね、各、 係数行列の行を方程式に戻して考えてみましょう。最初の行は x プラス 3z プラス 0w プラス u イコール1。二つ目は y プラス 2z マイナス 2u イコール4。三行目は w プラス u イコール3。このようになります。 はい。で、ここでパラメータを置くわけですけども、パラメータの置き方をここに書いてほしいわけですね。はい。で、X と Y とえ主成分、ピボットのある列、階段の段になっている列、段のところですね、は1列目と2列目と4列目ですので、Z、3列目と5列目、つまり3つ目と5つ目ですから、Z というですね。この Z というをパラメータに置きます。 で、えー、前回まではですね、パラメータ後ろから置くとか言ってましたけれども、まあ、順序はどうでもいいので、この2つの変数をパラメータに置くことにしましょう。z イコール p、u イコール q と一気に置いてしまいます。そうすると、この方程式ですね。この方程式に置いて、z イコール p、u イコール q と置くわけですから、そうすると、第式。この式からあ、x の式が出てきます。x イコール、 1-3p-9 ということになります。ポイントはですね、係数行列の部分が飛躍階段行列ですので、この部分が0になっている。つまり、他の変数は登場しないということですね。y と w は登場しない。ピボットにない、ピボットの列に対応しない z と u だけが登場する。ということなので、この お互いの方程式、1列目、2列目、3列目の方程式をお互いに干渉せずに、独立にこのピボットの列に対応する変数がパラメータで表示できる。ということですね。第2式は y イコールこのようになります。第3式は w イコールこのようになります。ということで、パラメータ表示が完了しました。いいでしょうか。さあ、したがってです、ね、まとめるとこのようになります。ここで変数の数が5つで、 パラ、え、ランクといいますか、ケース行列のランクが3ですから、パラメータは PQ の2つあるということがわかります。それでは今回の解説は終わります。